はい、ということでお待たせしました。バジリスク3体とウリエルの方を完成させてきました。マジでね、神化素材集めるのが大変だった。ウリエルのめちゃくちゃ時間かかったね。結局バジリスクと合わせてどうだろう、1時間ぐらいかな、かかった。いや難しくてさ、ヒュドラとか結構長くてクエストが。でもやっぱ今までやってきた中で一番難しかったのはあれだね、これの1個前の回、24回かで、何だったかな、そうだ、卑弥呼を神化させるときにやったガーゴイル、バチクソむずかった。やってみてほしい動画で撮ってなかったからあれだけど、ほんとね、どうやって勝ったらいいのって感じだった。パーティーが確か、クイバタ、誰かとルシだったんだよ。なんかね、その、フェーズによって違うんだけど、ガーゴイルが、3ターン目ぐらいに攻撃力アップしてきたりとか防御アップしてきたりとかで全然攻撃通らないし、なんかめちゃくちゃエナサ痛いしみたいな感じで、なんかイザナミよりむずいんじゃねって感じだった普通に余裕でイザナミよりむずかった。でまあこの25回はもう皆さんおなじみですね。今だと本当に嫌われる回ですけど、まあこの当時だと結構お休み回って感じでしたね。まあ、とにかく、毒友情を拾って、敵を毒状態にして、まあ、全員敵がね、全員ではないけど、ほとんどがサソリ状態の敵が出てくるので、まあ、そのサソリ状態の奴らに毒を吹っかけて、まあ、倒していくよってステージですね。まあ、ボスにもね、当然ながら固定ダメージの方が、ダメージ通りますので、ウリエルの自称 SS ですね。HP50% を消費して、それに応じたダメージを与えるっていう SS が、まあ、すごい、一気に火力が出せて、しかも固定ダメージっていうことなので、まあ、これを打って、ワンパンしようぜっていうステージですね。まあ、ここに関してはもう今も昔も変わってないよね。まあ、使うキャラが、ハーレーアルファとか、なんかそこら辺がね、ちょっと変わってたりとか、ムー使われてたりとかして、まあ、使うキャラ自体は変わってるかもしんないですけど、まあ、難易度だったりとか、やることってのは一切変わってないですね、このステージは。ある種インフレしてないとも言えるかもしんない。なんか今地味にマッチしたよねすごい綺麗な頂点マッチだったと思う。あんなスパッて止まらないもんね普通。ちょっと待って、これ十字レーザーでしょ確か。火ダメ結構えぐいんじゃない、大丈夫かな。舐めてました舐めてました。正直ちょっとタス振ってきます。さすがに HP やばかったんで HP だけタス振ってきました。まあこれでいけるでしょ。あれこんなヒダメ痛かったっけ、むずくね普通に。なんかちょっと違う毒も入れてみましょうか、卑弥呼とか。まあでもね、これあんま毒2種類入れるの俺好きじゃないんですよね。威力の違う毒を2個入れるの、なんでかっていうと一旦楽が生まれちゃうことがあるんですよ。例えば卑弥呼の毒の威力の方が多分低いと思うんですよ、バジリスクより。知らんけど確かてか多分そうなんですけど、ってなると例えば今卑弥呼の毒にかかったこのサソリですね、今、真ん中にいるサソリ、あいつに向かってこのバジリスクの毒切りをかけると一旦その卑弥呼の毒が発動しなくなっちゃうんですよ。まあ理由としてはそのバジリスクの毒の方が威力が高いのでそっちが上書きされちゃうんですね。まあ、逆にこの後卑弥呼の毒を当てたとしても威力は下がったりとか、あと楽が生まれたりとかはしないんですけど、だからその一旦楽が生まれるっていうことで2種類の毒は個人的にはあんま入れたくないなって感じですね、このステージは。まあ、とはいえね、回復あるし卑弥呼一体入れた方が良さそうだね。なんか思ったよりね、神化の卑弥呼の使い心地がいいね。イラストもなんか可愛いし結構気に入っちゃったわこれからももしかしたら進化じゃなくて神化で使おうかなって思うぐらいには気に入ってる。なんで25回でこんな詰まる全然想定しなかったんだけど、25はもう1回でやったーって感じでやったーって感じで抜けると思ったんだけどな。ということで問題のバトル4ですね。なんかさっきから見てると、ボスの、なんか両手で爆発してくんだけど、ま、毒当たれなかったの痛いな。なんか両手で爆発してくるんですけど、その爆発が結構痛いみたいなので、ちょっと配置とか考えた方がいいかもって感じですね。とはいえ雑魚のレーザー痛えな。
まあ、とりあえず毒かかってればしばらくは大丈夫だから、オッケーオッケーオッケー。でまあここで卑弥呼でちゃんと回復していって HP 保ちつつ、そうだね、雑魚に毒かけつつって感じだね。一体沈めた。てかやっぱバジリスクの毒切りの威力が高えな。てかほんと重複、レーザーの重複がマジでえげつね。これで大丈夫かな。オッケー、十字レーザー耐えた。でこれで金波になるからオッケーだよ。金波作っちゃえばもうこっちのもんだからね。毒のダメージとかも地味に痛かったりとかするからね、向こうから来る。これで大丈夫じゃない、さすがに抜けれそうだけど。オッケー、いやいや、いけるいけるいける。これだけ雑魚減ってハート2個あったらさすがに大丈夫じゃない。すっげえ今すんげえなめぷしたけど、うん、これでハート取って抜ければ開幕ウリエルだし、オッケーなはず。うん、いけるよね。うん、さてボスまで来ました。いやーもうこっからが本当に難しいクエストなんでね、ちょっとどうやって立ち回っていこうかって感じなんですけど、どうしよっかな、まあ、とりあえず SS 打っていくのがまあいいと思うので、ありがとうございましたありがとうございました。対戦ありがとうございました。まあてな感じなステージなんですよ、25回っていうのは。今も昔も、もうウリエル打ったら勝つ、ハーレアルファ打ったら勝つ、あとは何なんだろうね、今どれ使われてんだろう、メタトロとか打ったら勝つっていう、そういうステージなんですよね、うん、だからこのステージはマジで本当にモンストで数少なくほとんどインフレしてないステージだね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回もですね、覇者の塔の方やってきました、今回は一応24回と25回か終わらせたんで、次26回からですねやっていきましょう。まあ、26は大黒天が強かったかな、大黒天と山竹の回だった気がする。てな感じでまた次回も見てください。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンなどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒三つ葉でした。